ここはもともと中津市の,あの消防団のえっと詰所になります、隣のです、ねまあ、15分団の方にこうに集約していくというところで、使われなくななくったとというところになります消防団の集約に伴い、使われなくなった詰所や、宿泊施設の跡地など、中津市が抱える不動産の数々、市が所有する財産を管理している中津市の財政課では、 長年、使われていない有給不動産に、頭を悩まませてきました年々、維持管理だけがどんどんこうかかっているという状態で、財源等にも限りがありますので、まあ、そこはあの利活用可能なものとそうでないものっていうのは、やはりしっかりと分けた上でです、ね、可能なものがあの売却を進めていくっていうのが、一つのやり方かなと思っています現在、中津市が抱えている有給不動産は70件。 市は2022年から公共不動産マップというサイトで一般に情報を公開してきましたが利活用は進んでいないのが現状ですそこで新たな一手として今年7月、東京の不動産会社 KLC と連携協定を締結不動産会社でも手を出せない不動産を専門とする企業です不動産の常識的にといいますか あの一般的にこう,う絶対売れないだろうというふうに思われていたような土地ですとか建物の買い手を見つけられるっていうのが一番の特徴ですね。KLC が運営するフィールドマッチングは不動産版のフリマサイト。売り手が価格を設定し掲載する仕組みで、中には一円という物件も、およそ35%は掲載から1年以内に売却できているといいます。 買われる方のニーズとしては、本当に十、まあ、人十色といいますか、いろいろなんですけれども、木をこう自分で伐採しながら秘密基地にしたいとか、自分用のキャンプ場にしたいとか、自分の趣味目的でっていう方が多いですね。中津市は、フィールドマッチングへの年度内の掲載に向けて、準備を進めています。 今回、売却が検討されているのは、矢場県町にある保養所の跡地です。建物自体はかなり古くなっているように見えますが、目の前には絶景が広がっています。こちらは、旧矢場県町が運営していた保養所の跡地です。地区35年、鉄筋コンクリート造りの宿泊施設で、温泉棟もありますが、閉館から時間が経過し、 老朽化が進んでいます使われなくなってから、まあ、一定期間経ってしまっているので、次の一手というか、思いつかずというかですね、ここはあの景観もすごいいいですし、まあ、そういったのも含めて、人が集まるようなものになったらいいなというふうには思ってますこちらは、山国川の河川改修工事の際に発生した未利用地。広さはおよそ1100平方メートルです。 そしてこちらは消防団の爪所として利用されていた築45年の建物。1階は車庫、2階は和室の人まで簡易の水柱場がついています。こういう物件はもう使われ道がですねもうないだろうというところで決めつけてたところがあるんですけど、まあ、今回の取り組みで何かしらのニーズがあるのではというところで。はい 利活用が難しく市の負担となってきた有給不動産、フィールドマッチングの取り組みで新たな需要を掘り起こします。市が所有している土地、かなり見ましたけれども、あのこう宝の宝庫というか、これだったらこういう買い手がつくんだろうなっていうのは、あの私の中ではすごくイメージが膨らんでます。負担になってたものが財に変わる可能性というのはまだまだあるっていうところですかね。 そうですね。十二分にあると思ってます。はい。